俺も帽子は苦手じゃん。うん。どうも。苦手じゃん。うん。いいや。いいや、どこ。おじいさんが、なんか前から持ってる、1年ぐらい前に買ったけど、猫、猫は。猫だ。猫、俺も猫は。ね、うん、はい、体への負担がやっぱ少ない。猫は、2個買おうと思ったけど、猫を2個買おうと思ったけど、あんまり、あのなんか最初見てから、でも考えずに、もうゴムみたいにあるな、ゴムか、なんかそう、猫がそのなんか本物の猫もこんな柔らかいかな、猫どこどこどこ、あれなんだ、いや多くて、あボンボシチョウがある、いやまた上手に作ってあのドギスで作る、好きなもんがあの月作るのが、そういうの型に入れてだな、型に入れてだ、型だと思うわ、いやボンヨボンヨしたゴムみたいなあげるだけや、海外で作ってる。海外は日本ではあんま作ってないじゃん、あのその塗るのはチャイナとかメイドインチャイナとか出てきたわけ、ないんですけども、やはり家庭のいいですよ、私のおすすめです、送料無料実施中、皇室ジャーナリストの近重さんです、小さい頃からですね、天皇陛下は昭和天皇のもとをお尋ねになってですね、昭和天皇がどのような方なのか、ゴジラの皮みたいな、ドリアこれがゴジラの皮みたいな、うん、そうしたことがですね、学んでこられています、ゴジラのこういう絵本に、うん、いろいろ新しいものがどんどん出てくるのがそのこういうものの魅力だと思うけど、じいさんはなんか変なこと言ったでしょ、そんなものはなんか何のためになるとか、じいさんあんなこと言っていけんがなかったらすごい夢を壊すようなこと言う、じいさんだって野球好きなんだ、そこ頭をすかしめきんわ、みやんこと、あの、なんで送ってることを、うん、あの、アリのここ、すがね、言ったもんでも目さんぎねえに前ら、もうこつらでもしゃ腹が立つ。やっぱりこれぐらいの髪に、これぐらいの髪のニワッと出たことだから、そのなんか、あの、だからわざわざ髪にそう、そう髪の長さによってこうやってもうかぶると、あの島根県のスターの井手上漠さんには、ま、いけ全然違うけどって、和田さんかぶってもかの詐欺なんかできなきゃいけないようにあだこれが、いやあ、やだな、恥ずかしいわ、顔塗るといや顔塗るとやだわ、私がギャン顔しちゃうかと思うと、いい区分は、まだいい区分だけど、シャス、次のもん塗ってやだわ、もうにババア塗ってんのいいわ、うん、あんまシャツのあんまスクダニーだダムのプティーは格好がそれで猫が好きで、だがさかなクンって言うけどさかなクンみたいな帽子じゃないでしょ、さかなクンさかなクンがギッショッチだがね、あらありよあちょうなバザボ、YouTube やってれば結構ファンがついてくることわかるでしょ、こうやってなんか見る人が
本当に好きなチャンネルをフォロー登録するとかね、自分も登録してくれた人が1000人とかそういうくらいのいないとにも、もう昔は俺は思い出を設けてたけど、時代は厳しくなってくるってこと、 YouTube も厳しくなってくるようなのね。そして今日午前、昭和天皇、大正天皇が眠る武蔵陵墓地を参拝された。